阪神岡田監督、阪神の選手が本塁打を取るならビジターで打たなあかんわな。名古屋以外で阪神からホームラン王が出ていない。まあそれはな、そら東京ドームとだいぶちゃうで。甲子園と打席に立った気分がちゃうやんか。はっきり言うてレフト見たらすぐそこに見えるやんか。東京ドームってまあタイガースで取ろうと思ったらビジターで打たなあかんわな。名古屋以外でな。ホームは甲子園かもしれんけど、143試合阪神投手陣と対戦しなくていいやんって毎回思うわ。最後の生え抜きホームラン王って1985年掛布だっけ。気分が違うのは投手もやけどな。甲子園で投げるのと神宮で投げるのとでは別競技や。でも巨人リリーフと対戦できるボーナスあるやん。まあホームが甲子園なのは不利で間違いないんやけど、その代わり巨人ヤクルト投手陣とからくり神宮で対戦できたり、阪神投手陣と対戦しなくてよかったりメリットもあるからな。それで金本は40本打ったしな。ダビッド全盛期やろ。そもそもブラゼルが47本打ってる時点で打てるやつは打てるからな。ホームラン王も不可能ではないわな。逆方向に打球上げる天才だったな。右打者たちよりレフトに打ち上げるの上手かったんじゃないか。ブラゼルとか金本とかのは良好であって当てにしたらあかんわなってことやないの。その頃の甲子園は飛ぶボール使ってたから比較できんやろ。バンテリンで打つことは求めない指揮官の折り。右打者やないとあかんやろな。ラゴドで打ってる過去の HR バッターも左打者は甲子園成績だけ悪い。右が頑張れよ。ライトにラッキーゾーン作れないんだろうか。膨らみのところだけ。バンドは回収難しそうだから飛ぶボールでよい。フェンス前に引っ張り出して低くできるならそれがいいけど。まあいずれにしても佐藤大山が20本前後ってのは少ないよな。時代が違うし、40打てとは言わんが30くらいは打てるポテンシャルあるし、大山は28本打ってるしな過去に。最近外国人野手がパッと線から何度か頑張って30本くらいいけばワンチャンありそうよな。村上岡本が調子落としてる前提やけど。巨人リリーフとかヤクルト先発陣とカラクリや神宮で対戦できるというメリットもあるし、そこで稼げということやろな。2球団合わせて50試合くらいあるわけだし。セリーグ本塁打王は向こう数年間は岡本村上の6段馬やろ。球場とか関係なくあいつらはやばい。パワー以外にも打球飛ばすのがうますぎる。子供球場やからな。東京ドームはあそこホームで本塁打王を取ってもほぼ無価値や。そらそうよ。オーン。そもそも甲子園ってバンテリンよりは狭いしな。2、3年ぐらい前の大山ってバンドで打ちまくっとったよな。センター118、両翼90をこれでとてつもなく広い振りしてるのが滑稽。旧福岡ドームや名古屋な方が入らんよ。そこやなくて問題は向かい風の強風なのよ。というか流し打ち名人にならんと無理やろな。掛布バースやないが、佐藤も24本、30本打つなら逆方向増やさないと厳しい。甲子園って両翼の最短距離は短くないか。あそこ狙って打てばええやん。ホームラン王は別にいいけど30本目指してほしいな。今の打定環境を出すボールで甲子園で40本打てるなら余裕でメジャーからオファー来るわ。ホーム神宮は有利すぎるんよ。本塁打王は神宮有利、投手タイトルはバンド甲子園有利。でうだ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 、もう球場の広さ統一しろよ。ホームランが明らかにホームラン TF 違うから正しいけど、投手に関しては完全に難癖なんやけどな。得点 TF に乖離はないし。けどその分野区が投手すぐポンコツ化するのは球場のせいやと思う。阪神も明らか持ちのいい投手陣というメリットあるからなんとも。まず大谷さんレベル用意せんと絶対無理やろ。阪神の選手って意外に神宮で稼げてないよな。そこがホームラン数伸びない理由だと思うわ。サトテルはそのうち30打つとは思うけどな。あとはどれだけバッティングが上手くなるかや。向かい風があかんのか。なんで今の向きで球場作ったんやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。